平成二十八年秋第二問一、問一の問題です。ポーターの競争理論に関する次の記述のうち。正しくないものを選ぶという問題になっています。A. は市場内競争は完全競争、独占、寡占などの市場構造に依存する。B. はポーターは競争優位を得るための戦略として。コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中化戦略を提唱。 C は代替品の存在は既存企業の需要と利益を増やす効果をもたらす。最後に D は新規参入は供給量の増加をもたらし、既存企業の利益を減少させる。この四つから正しくないものを選ぶという問題になっています。では回答に参りましょう。まず最初にポーターの競争理論と。 これは何かというと業界の平均的な収益力これに影響する要因というのが市場内競争新規参入の脅威代替品と保管品売り手の交渉力買い手の交渉力これがあることこれをポーターの競争理論というふうに言います。 では A ですが市場内競争は完全競争独占寡占などの市場構造に依存するまず市場があって同じような、えー、企業ですね ABCDE というような形である場合は完全競争といいううふうに言いますこのように一部の強い企業 AB があってその他 CDE とあるようなまあ少数の、えー、企業で、えー その市場が占められていると多くを占められているという状態を寡占といいううふうに言います。で、このように1社しかない場合これを独占というふうに言いますでこのようによってこのように市場構造によって当然その競争というのは変わってきますのでこれは正しいというふうに言いますでは次に B ですねポーターこれは競争優位を得るための戦略として 3つコストリーダーダシップ差別化化戦戦略略集中化戦略を提唱したといいう,うになっていますこの競争戦略ポーターの競争戦略というのはコストリーダーシップ戦略これは同じような製品を他社より安く販売するこれで競争優位を得れると次に差別化戦略これは優れた製品品質信頼性サービスこれによって優位性を保つ。 集中化戦略特定の買い手製品の種類特定の地域などこのように資源を集中するとこのような3つの戦略を提唱したということが分かっています。よって B はこのようなことを言っていますのでこれは正しいということが分かります。では次に C で代替品の存在は既存企業の需要と利益を増やす効果をもたらす。 ではまず最初に代替品とは何かというと業界に2つ商品があって片方の商品の価格が上がればもう一方の商品の需要が増して片方の商品の価格が下がればもう一方の商品の需要が減少する関係にある商品ちょっと分かりにくいですね具体的に例を挙げてみましょう米とパンもし米の価格が上がったとしますそうするとその代替であるパンそれの需要が増します 逆に米の価格が下がるとパンの需要が減少すると。なので米とパンというのは代替品の関係にあるということがわかります。もう一つ保管品というものがあります。これはまた同じように業界にある2つの商品。で片方の商品の価格が下がればもう一方の商品の需要も増す。片方の商品の価格が上がればもう一方の商品の需要も減少する関係にある。 ちょっとこれもイメージしにくいんで具体例を挙げますと自動車とガソリン自動車の価格が上がると自動車の需要は減少してしまいますそうすると当然ガソリンの需要も減少してしまいます逆に自動車の価格が下がってしまうと自動車の需要は増えて当然ガソリンの需要も増えるということで自動車とガソリンは保管品の関係にあるということが言えます。 ではこのように業界があって同じ業界の中に商品 A 商品 B があって代替品代替品というのはこのようにこっちが米だったらこっちがパンなのでもし米の価格が上がるとこっちのパンの需要が増えてしまうということでこれはこの業界内の競争が激化するということが分かります一方保管品の場合 商品 A の価格が上がって需要が減ってしまうと,とこれ同様に商品 B 先ほどの例ですと車とガソリンですねこちらの方も需要が減ってしまうこっちの需要が上がればこっちの需要も上がるということでこれは競争が不完全な状況にありますなので代替品が存在する業界というのは競争が激化してその結果え既存企業の利益をこれを減少させてしまうと。 いう効果があるため、正しくないということがわかります。次に D ですが、新規参入は供給量の増加をもたらして、えー、既存企業の利益を減少させる。このように業界内に既存企業がありました。で新たな企業 C が参入する。当然競争は激化するわけです。 このように、新規参入によって企業数が大きくなって、供給量の増加をもたらして、ここの元々の企業 A、企業 B という既存企業これの利益は低下します。よって、この D は正しいということがわかります。よって、回答は C になるわけです。